いや、いいカウンター。クレジラ君としては3名いることがバレたくないんですよね。山敷が前に出た。まずはファーストブラッド、メイを落としました。ただ後続は続いてくる。ガイディングライト、ソルダムが、そしてネルフィーがこの A サイトをガラキにしてくる。マンチキン耐えている。ただメイン側ロン側からネルフィーがマンチキンを落としました。あ、まだ設置ができていないので。ただネスが間に合っている。どうだ、ワンワン。これはワンワンです。ただ体力状況で見ると大きくクレイジラ君リオンがリード。いや、情報は一方的にリオンが取ってます。お互いすれ違うが、ここでリオンがトライか。危ないところですが、一発返したんですけどね。ファーストランドはクレイジラ君、ライトシールドを持ってますね。メイかなり耐えている。ただアステルがこのネスのカバーに入りました。リオンが背後をついている。ダブルキル、いいパラノイア入っていました。一気にガレーカバーに入っているが、ゼファーをどうする。一方的に削った。オールドローン前に出ているが、ここでゼファーカバーでシュガーゼロジャンプクラッシック。ただマンチキン、なるほど、アステルをメディ最後にいる。ダブルキルだ。ショートを一人で抑えてみせた。さらに離婚でダメ押し。マンチキンもピックする可能性があるが、いいタイミングの離婚ですね。体力かなり削りました。飛び込んできたマンチキン、どう。ここを壁押しに落としていきました。時間ないのでこれ設置は正直そうです、ね、間に合いません。はい、ここで4秒過ぎました。怖いのは裏取りも来ていることですかね。パロノイアから入って、いや、メデューサが落とした。セーブさせる気はない。うーん、素晴らしいプレイです。ここは下がりますね。なります。ネスが変わってカバーに入るが、落としきれない。ノーセプションは設置までいけるかどうか。設置はいけそうですね。見事プラント成功。取り返すクレイジーラク。武器差あるぞ。ゼバがシュガーゼロ落としている。フラッシュがかなり苦しいか。ソルダムがネスを落としていました。ただもうこれでフラッシュはなくなりました。シーカー使う。シーカー使うか。エリザキルトレード、残ってない1名。アステルバックからやってきた。スリフティーで取り切った。お見事。痛い放題だ。ブラストバックでエントリー。メデューサここをグビている。座れているがメデューサ取られた。サイト中は一気にクリアできている。まだゼファーいるぞ。パロネアのゼファーがショートからいるぞ。いやー、ただスモーク中ネイルフィーが捉えた。ネスダブルキル攻撃つけるか。ここはシュガーゼロ最後ショート。シュガーゼロが横取り切った。ダブルキルだ。衝突。そしてメイン側にはパロノイア入っている状況。ナノスワームでクリアリング。ただソルダムメイと続いた。ソルダムが隠れてる。いやー、ここでいい。ここにはゼファーワンピック、ファーストブラッド。さあシーカーでショートにいることは分かっているアセルだが、ここはゼファー止まらない。ノーセプション引かざるを得ないが、シュガーゼロがゼファーメインから攻略。マンチキンかまれるか。ダブルキューだ。まだ分からないぞ。ノーセプション、人数状況は3対3のイーブンだ。ここでどうサイトに行くか。 A 側か。いや、いい立ち回りですね。メデューサ2つ目。ただソルダムはギリギリ。リオンが体力状況いい中でカバーに入るが、ソルダムも削られていません。ワンツー、頭捉えた。ワンワン待って、どこが残り4発捉えた。完璧なヘッドショット。クラッチでノーセプション。ラウンド、さあゼファーが前進してきた。いや、ダブルキルだ。どうだ、トリプルキル。一気に流れが変わった。設置はできない。スパイクは取り残されている。いやー、お見事ゼファー。ネルフィーがスモーク越しにゼファーを落としますが、十分な仕事を成し遂げた。ゼファネーでの守り。クレイジラ君サイズの中には2人です。メディーサーが打ち勝った。ただここがカバーでシュガーゼロヘブンした。パワーサラーゼファーがいる。ダブルキルか。ネルフィーが捉えている。設置はできてません。ワンワンワン、またソルダム。ソルダムだ。対するはリオンです。スパイクを確保。残り時間は10秒。設置するしかないか。ここでパラノイア視界を奪っている。あと10秒。時間を稼ぐには十分な動きですね。成功見えた。リオンの位置分かって、ね、いなかったか。さあ、このようになります。このレジラ君脅威ですよ。さあ、ガレージ進行。早い動きはノーセプション。ネスがウィンドウゴールを狙うか。しかしここにはネビラ。壁のプレッシャー。いやー、抜いてる抜いてる。ゼファー捉えるか。いやー、ここは呼吸のタイミング。さあ、これでクレジラ君サイトワから来た。いや、裏マンチキン、そしてネスがキルを重ねている。リオン、そして裏からリオンです。さらにはネス、ウィンドウからロックダウンだ。いやー、さらにマンチキンショーストッパー。ロングからリオン、メイを抑えた。どうだ、マンチキンがメイを落とした。進行を止めている。すれ違ったぞ。マンチキンダブルキル。バックサイトがアステル、リンクからメデューサが入ってきた。残っているのはソルダムになります。サイト中、うん、さあサイトには2つスモーク。ハンターズフューリーもありますよ。さあゼファー姿が見えている。ワンピックだ。アステル取り切りました。
ここでハンターズヒューリーを切っています。ネルフィーだ。サイト中にはクレジラがいません。設置はできました。ここでコズミックディバイド。ただ人数差ありますからね。世界を制圧することはできるか、この C サイト。ゼファーは武器持ち替えて、まあ、5人で足並み揃えて一斉にドンでしょうね。パルの矢、ただネルフィーがマンチキ落としている。ネルフィーセカンドがシュガーゼロ、ラスト1人、ワンツー開ける。メスが取り切りました。いや、ここはフェイント、ディシペートで解除していきました。さあクレジラ君、いやもう寄れてるぞ。いや、ノーズブ寄れてますね。ただパラノイア、サイトレに入っているがどうだ。アップドラフト耐えている、時間稼いだ。ただアスラゼファー落としている。残り時間は10秒近く。プラントいけるかクレジラ君。いやー、ここはクレジラ君そのままキルで4名で一気に入っていきました。パラノイア届いていない。メデューサがスポンガーのメイを落とした。タワーからネルフィー、ショックボルトを畳み込んでいきますが、スポンガーからソルダも走り込んできている。銃口見えている、マンチキンだ。多いんだな。スポーン2、ネルフィーがタワーからマンチキンを刈り取りました。人数状況はイーブンです。ノーセプション取れるか。17ラウンド、これは難しいシーンですよ。全員仲間守り。アステルがメデューサを捉えた。さらにアステルダブルキル。残ってるのはショート側、位置が露呈した。リオン体力半分、ノーセプション取れるか。ヘッドで取れた。リオンが耐えている。クラッチ、ノーセ熱戦になります。ソルダムはタワーからネビラを利用してリオン捉えた。ソルダムゼファー飛び込んできているが、ここはブレードストーンを使い切りました。ガイディングライトで視界を奪って飛び込んでいった。素晴らしいプレーだ。ソルダムタントリを構えてまた視界を奪った。完璧だ。残っているのはショート側、しかしここでロックダウン。ただ味方との合流が求められる。レス、ここはメイが、お見事ノーセプションギリギリ耐えた。さあノーセプション勝負どころ、ショックボルト刺さっている。ネルフィーがまたしてもこのタワーで耐えています。ただ設置はできましたからね。ハンターズヒューリー、クレイジーラクーンは上がっている状況ではありますが、よーシュガーゼロ無理やりいった。ノアサラン倒す、またシュガーゼロ。ここでキルを重ねる。何度もサイド中を制圧。こうなるとハンターズヒューリーでなんとか止める余裕がなくなりました。メディーサスショートショートです。これ解除気づいてないか。エヴァ、あとは有利な状況をキープしてダメージトレードをして、人数がお互い少なくなったところで最後ハンターズフューリーというストーリーを思い描いてはいたんですよ。ただ詰めたゼファーもやられてしまって、そのままね。いやー、ここではガレージでマンチキン一気に C サイト入れるでしょう。3名での進軍、スポンガーからソルダム、ここはブームボットで位置バレるか。バレている。スポンガーからシュガーゼルが合流を図ります。いやいや、設置できちゃいましたよ。しかもハンターズフューリーがあるので。さあ3対5、マンチキンだ。おお、取れてしまうのか。クレイジーラクはマッチポイント。いや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 、残っているのはエースソルダム。しかしこの状況はクレイジーラク圧倒的有利だ。王者がここで取り切るか。サイト仲間クレサイト仲間も倒されてしまったので断念せざるを得なくなりましたね。ガレージソルダム前目、逃げた先エルガー、メイが取り切っている。さあどうだ、うまくクレイジーラ君は抜けてきましたが、足元見えている。メデューサなんとかノーセプションは3名でサイトの中に侵入だが、ネスが上から、ただシュガーゼロ。ジェットミラー、ソルダム一人で行くのか。ジェットダービー、おお、どうなってるんだソルダム。さらにはアステルも若干被弾があるが、マンチキンここで回り出る。シュガーゼロを抑えてメインを制圧するか。いやマンチキンがダブルキル、そしてペイントダウン。ただいいダメージ入るか、どうだ。ここはなんとか、ただリオンが隠れてる、待っている。モータウラダカバカメトルが切り替えられている。体力ないですね。アステルネスが飛び込んで、体力リードはあるが時間を稼いでいる。ブラシック飛び、前降りた。いやー取った。いやーリオンだ、どう守るか。いやアステル抑えた。ただここにはマンチキンがナイスカバー。いや吸い寄せられていく。ナノスワーム足が止まったところ、メディストダブルキル。これがクレイジーラクの大黒柱だ。さあゼファー勝負に構えている。ソルダも切った。ただミット合流を許さない。ペイントランが痛い、時間を稼いでいる。いや、ここでショートストッパー、グラビティエラがあるが、アステルメディストダ落とした。ノーナンバーストだ。ゾンツだぞ、ゾンツ捕らえて後ろダブルキル。アステルが耐えてみせた。ゼファーが置いてる位置が強いんですよね。カーブボールは食らってしまいますけど、
ったここはシュガーゼロ、ここはマンチキンがペイント弾で削って取り切りました。キャリアがダウン、残り時間は10秒。さらにはゼファーがデルフィー、インファイト、ところはネスが抑えた。完璧な裏の警戒を一度してから合流を図りました。警戒できてる。ポッキングのタイミング、ソルダムが顔を出した。突破口を切り上げたが、ここでリオンがダブルキル抑えている。ただメイがフレンジで走ってサイトに侵入してきた。あと30秒設置して武器も取れれば。いや、スパイクを持っている。ブラストバックダブルキル。 A でキャリアダウン。ここのスパイクを拾った。ただここにはメデューサー、ゴーカー見えてるな。メデューサー、ここにはショックボルトもろに刺さっているが、ソルダム取り切った。ただスパイクは間に合っていません。いや、マンチキンが裏取ってる。いや、ソルダム A に向かうか。オペレーターだ。あー、横向いた瞬間。さあ、ゼファーは一人でサイトを耐えている。パラドイヤで時間を稼いでいる。ただアストルがリオンを落とした。これで A サイト湧いた。ノーセプションが設置に向かう。あと30。ソルダムの位置がいいぞ。スパイクを設置。分かんない、削った。抜いたですね、これ。いや、落としている。ただ時間はない。ハンターズ・ヒューリーダミ押し。ここはダミ押して打っていきました。キュアーネス、アステロを削ります。オールドローンで打たせて引いているところは背中捉えているが、マチキンどうだ。アステルがダブルキル、相当クリアした。サイトアーカー、かなりピークを見せている。リオンが守っているが、ソルダも落としました。高速アステル、パラノイア、スパイダーレの情報を手に入れた。ケージでダーツ刺さりませんでしたね。侵入していく。カバーでアステル、タワーにはです。頭1個捉えた。アステル捉えた。ワンツー、グラビティベルで吸われています。クレイジーラ君、ちょっと怖いぞ。ここはハンターズフューリーないので、これは使っていきますね。シュガーゼロはギリギリ範囲外。おっと、すれ違っているぞ。デルフィー無理やりいった。トラップを仕掛けて形状起動、一気に入っていきました。ソルダムが一人で入っていきました。だがそのソルダムは熱によって落とされた。サイトは2名、熱が硬い。デルフィーが1名でサイトの中にいる。ブラストバック、イーチは割れているか。弓は構えてしまった。ただもう打ち勝っていく。ただメディサーがカバーに入った。 A でキャリアダウン。メイが B サイト側から。残り時間30秒が、状況的にはかなり苦しいです。足を立ててしまった。後ろのカモ怖い。うん、ここはメデューサ。ここでハンターズヒューリーを切ったのはメデューサか。おっと、やべ、スモークの一瞬を狙った。ソルダムがスポーン側に抜けていくプレーか。 B バサミかと思いきや、やはり A か。イオンが寄るダブダイか。打ち勝った。ここでノーセプション少し動きどうするか。いやー、進めるんですけど、マンチキンがこういう時に備えて隠れてるんですよね。マンチキンがいるぞ、マンチキンがいるぞ。ブラストバック、丁寧に行く。前に当たった。ペイント弾、残っているのはショートのシュガーゼロ。さらにブラストバックを起動してバック下がって、マンチキンが侵入。これ B バサミ通るぞ、守りマーケットから3名のエントリー。いやー、しかしゼファーかなりダメージもらっている。アステルが耐えている。リロードタイミング、いや、捉えた。リコンで光っている。てる、アステルダメージが落ちた。そしてメイン2が映っているが、メデューサがネルフィー落とした。問題はスパイクです、これ。マーケット前に落ちているソウルダム。ただそこにカバーでマチキン、アステル残ってるのはバックサイドのマチキン。スパイクは遥か遠い。うん、位置を確認し直して。おわ、まとまりますね。スパイクを守って、このホイムを敷いています。マンチキンを使って時間稼ぎしながら、一気にこのジャッジで仕留めるという連携を取りたいんだと思いますが、取れるか。うん、ゼファーが惜しかった。さらにシュガーゼルも落としてショートをクリア。 A サイトはガラ空きだ。大回りのアステル、そしてショート側から、いや、タワーからのゴールになるか。ネルフィー、アビリティ、ショート前にはアラーンボット。ここでボットが検知、ショートの情報がつかめた。アステルが裏、メデューサは警戒している。どれだけ削れるかの勝負ですが、被弾はない、捉えた。2対3の状況。モーター裏にリオンが見えた。落としている。タルトも壊した。ネルフィーとのカバーが求められるが、ゼファーがタワーをクリアしました。ここはアステル苦しいか。うん、ここはセーブですね。ただ武器状況絶妙の中で3名削ることになったノーセプション。はい、
あ、十分でしょう。強いて言えば今のラウンドはどうしてもシュガーゼロとメインの連携を取るのか。体力は非常に少ないですが、ゼファーはどういったプレーを見せるか。このままリオンがプラントを狙います。クレイジーラ君ネピスポンガかオルドン高く上げているが、メイが熱を落としたが、マンチキンがアルティメット上がっているが、ソルダムが背後が捉えているが、シュガーゼロで落ちている。さらにはマーケットリオンを落とし、リオンがソルダムを落としています。ネルフィー、メイとスポンガはここは苦しいか。3対2。さらにはバックサイトにはリオンが待ち構えている。いい時間稼ぎですね。いや、ピンポイントニコンが映っていないか。時間がなくなってきたところでゼファーが裏を取ってます。バックサイト攻略残ってるな。スポンガはメイは気づけるか。オーバーリできてる。気づいた。ただ解除もうこれ止めてはいけない。メイのカバーが求める。ここで高い場所からやっていた。ノーセプション。分かっていた。ブレードストーンも使ってしまったので。いやソルダムガリできてるぞ。さあリコンではヒットしてるが、マンチキン落とした。ソルダム暴れ回ってる。メイがショートからカバーだ。動画で見たやつ、動画で見たやつ、何万再生されているんだ。完璧なプレーだ。サイト中には1名での守りノーセプション。アステルがタワー下で守っています。姿は見えているが、ゼファーが切り開いた。ここでハンターズヒューリーを切ったのはネルフィーです。さらにはそれに合わせてライトワークでメイがゼファーを取りました。設置は1回止まりましたが、そしてクレイジーラクーン、ネスがロックダウンを起動している。マンチキンがメイ、ソルダムと落とした。まだまだ続き切る。一気に制圧。ハンターズクレイジー置いているので、ゼファー一気に入っていくか。ネルフィー、グラビティで信号を抑えている。ただマンチキンが先に入っているか。横張り付いてマーケットすれ違っているが、ネルフィーが耐えないぞ。ただメデューサがそこをカバーに入った。サイト中にはアステル、バックサイトで守っています。グラビティール、足が止まっている。いや時間が過ぎて、いいわ、嫌だ。 B でキャリアダウン。ソルドが熱を抑えた。アステルが硬い。おっと倒しきれなかった。いやしかしここは体力が苦しい。ノース。さあプラント成功です。タワーすでに乗っている。ここでメデューサさん、ハンターズヒューリー逃げれない。ネルフィー落とした。さあ人数状況イーブン。メイが頭取れた。モーター裏、残りは7発。ネスが大回りしている。捉えている。ネスもうまい。ただここは残ってる1名。いやワンワン。ただ体力差が分かった。ここでコズミックディバイド。解除音は分からないので解除してるかどうかを見に行くしかない。いやーメデューサが誓った。抜けないんです。マンチキンがいいポジション。シュガーゼロ無理やりいった。メイと共にトリプル切る。いやこれ裏取ったのが裏目に出るぞ。いやネスが切り返して、いやでもロックダウンあるのか。解除パラノイア、視界を奪われた。ネスが飛び込んだが捉えている。すれ違った。ネビラここから。しかしここはリオンが打ち勝っていった。リオン正直入りたいタイミングでハンターズフューリーを吐かなければいけない状況を作れる可能性があります。マンチキンがアステル落としてるが、ここはラインとバック。メインに託されたか。ここは一気に返された。上からソルダム取り切れないか。いやしかし視界を奪われている。リオンがバックサイドで耐えている。アッパー側メデューサ、そしてマンチキン、マーケットからトスの裏取りがキーになるかもしれませんね。メデューサもハンターズフィーリーありますから後ろにいます。さあリコンを出すタイミング。ここはパラノイア。ただシュガーゼロ、ゼファーを抑えた。さあショートから来るところはソルダムが待ち構えているが、ネスがソルダム打ち勝っていった。ワイン側からハンターズフィーリー、ネスが生きてます。あ見えた。いやネス抑えた。ネビー体にリコンが。メイクラシックで抑えた。ジラ君足が止まる。その間にノーセプションも準備を整えています。少しずつ寄ってますね。 A ショートの情報がないので時間かかってますが、さあマンチキン上に飛んだ。いやこれアステルがどうするか。足元にはアステル、ソルダムがリオン、スパイクキャリア落として姿があるんですけど、アステルが下からメインガー2。絶対進め。ソルダムノーセプション、あと一人持ち込めばセカンドマップ勝利が見える。もう目の前だ。王者の椅子を崩せるか。メデューサあと30秒。射線が通る。ソルダム抑えた。カバー入ってきてる。シュガーのグラビティール、裏取り見事に成功させましたし、
かなり惜しいところまで状況いったんですけどね。ハスルの体力は回復できます。おっと、さあここはメイがメデューサを落とした。ただワープから来ているところ、ネルフィーが抑えているかどうか。リオンがカバーに入って窓部屋のネルフィーを落としましたが、人数状況は2対4。リオンが取り切った。スコーンサイドにジェファー、人数差ありますよ。どう合わせるか。ノーセプション、いやーゼファーが来た。ソンツ、ソンツだ。人数状況イーブン。いやー残ってるな、ゼファー取れた。やばい。いやしかしここは体力状況も相まってか、ソルダムが取り切りました。今リオンが置いたスモークをギリで守りそうですね。ライディングライト視界を奪われてしまった。さらにはグラビティベルで吸われていた。シュガーゼロがいいプレーを見せる。メイところができない。うわ勝てるのかそれ。ブラストパックから宙に浮いてネスを捉えた。斉藤がラキ、エルボーにはメデューサあるが、ここはネビラで視界が塞がれている。バイクを設置、ロングプラント、いやーとことん後ろに下がる。ノーセプションは綺麗な攻めを見せます。スポンサイド2、エルボーが1、クレイジーラクーンのこの動き、いやーすごいですね。徹底しています。ノーセプションここまで欠けていません。全員 A メインまで下がりますか。パラノイア、視界は奪われたがガイディングライトのカバーが入っている。時間稼ぎできてますね。うわ目が抜いた。エースが取れそうなところでしたが、視界は晴れたがシュガーゼロを落としたリオンです。ただワンオンスリー、ノーセプションがいいプレーを守れている。エルボーにはネス、いやいいポジションだ。ただネスがエルボーから飛び出してシュガーゼロを落とした。クレイジーラクーンはすでにサイト中4名で守れている。リオンが耐えている。さらに落としている。十分な働き。メデューサと対してリオンが展開しました。あーここでコズミックリバイト、シュガーズがそのままです。そしてラックダウンを破壊しました。ただゼファーがダブルキル重ねている。サイトの中には2名。ただメデューサランプ側からいい位置が割れた。いい時間稼ぎですねこれ。リコン、さらに位置が割れて解除。トリプルから姿を出したシュガーゼロ。いやワンチャンススモークインも許さない。そしてソルダム、アステルと続いた。リオンを落としました。ランプにはゼファーが残っているが、ネスが追いついているが、しかし捉えられない。クラシックを持ち帰ってゼファーの背後をついた。素晴らしい。スポーンサイドからメデューサ、ネスがオーバーで、ソルダムが最後取ってチームエース。5ラウンド目はノーセプション。いやーオールドローも使用しながらサイト中割れているか。ショートパー、ネスが弾け飛んだ。スポーン側から2の動き、ただゼファーが目を落としている。メデューサ張り付いてガーデン側のプレーは分かっている。シュガーズの背後について外的など視界割れているがどうだ。いやここは残りは1名。ネルフィーです。ガーデン側をこの後見に行くか。入って、いやーゼファーました。ここはゼファーが役に来たぞ。マンチキン全てを破壊か。アステルマンク、さらについていくがマンチキンがブラストパックでソルダムを抑えた。ただここはマンチキンダブルキル重ねてネフィを抑えた。このハンターズフューリーはまずいぞ。シュガーゼロが、そしてレイが続いた。逆転した状況。マンチキンが体力41で裏回り、ここにスターを存分に設置。そして完璧に世界が分かたれてしまった。メイエルボーから、ただこれ A4 の配置にはなっているので、そうですね、人数をかける。ただここはブーボヒット、いや3人いる、3人でビッグした。さと切り替えた。ダクラダースを刺してリオンが飛び込んだ。さあランプ、ここはネルフィが打ち勝っていきます。ただオールからマンチキン、足音が聞こえている。スポンツ落とした。おい、いやーでもまあカバーマニアリックをすると、そして最後にビート見せかけて、いやただリオンがそのシャワーのネルフィを抑えたことによってB 側への合流を図るか。クレイジーラ君、さあトレールベーザー、エルボーに対してはアステルが見ている。ネス捕らえた。アステル打ち勝った。いやー接地を止めた。そしてマンチキンショーストッパー打っている。もう時間はないか。ありません。ここでノータイム。クレイジーラ君が守る真横。アステルがリオンを落としてはいるものの、がここでネスロックダウンを切ります。グレネード展開、これはまだ中入れていないのでかなり警戒してますね。そして世界の先からタレット、いやだシュガーゼロ囚われる前にマンチキン落とした。メイン側には4名で残っているが取っている。ショートに3名。ノーセプション、どうだ、リオンが出ます。位置分かってるぞ。
体力はどうだ、取った、ここで打ち勝つ101クレイジーラケー、足音聞こえたマーチキン、体力差ついている、ここはメイが取りました。スポーン側からタワー、そしてスポーン側に1名、このゼファーのポジションのケアは正直難しいですが、うん、ゼファー、そしてネスト続いて落としていきました。裏側に関してもオールドローンで情報がつかめている、メインの姿は映っていた、シュガーゼルの姿は映っていません。そこでジャンプピークで安全に確認してから勝負しようといったところですね。さあタレットもある状況、ここ人数ついている、うん、持っていきはしましたが、ここはクレイジーラ君がナノスワームでの時間止め、さあここで一気に入ってきたクレイジーラ君、おっとアステル引っかかっている、距離を高速、ゼファーがファーストブロット、ネルフィ取ってるか、カバーでシュガーゼロ、ただメデューサが後ろから現れた、メイを落としました。人数よりは変わりません、アステル被弾が大きい、ネスソルダムマンチキを持っていきましたが、さあここで切っていったアステル、後続のネスを落としてはいますが、ヒットはしていない、アステルの耐える時間が続く、ネスは捉えた、アステルの時間稼ぎ素晴らしい、そしてシャワーから飛び込んでいく、シュガーゼロがトレールベイザーと共にいった、おー、いい合わせ方、メデューサも、しかしここが帰っている、シュガーゼロがリオン落として残っていないエルボー、クレイジーラ君のメデューサ、設置がこれはできそうないですね、フラントペイント角度を作っている、残り時間は少ないぞ、ノータイムが迫っている、ソルダムがここのメデューサを捉えてきました、ノーセプションは A3、 ボロに刺さっている、ガイディングライト見えなかった、ランプに侵入、そこにはネルフィのカバーがある、ノーセプションが華麗な動き、ここでハンターズフューリーを切ったということは、映画は流れていくということです、ただダブルピーク、おお、2人で押さえた、ディオンがパラノイアで視界を奪って当たってる、キルトレードの形、肩が見えている、シュガーゼロはどうだ、スポーン側からネルフィが迫っている、リオンだ、おお、うまい、飛び込んでシュガーゼロがカバーに入っている、クレイジーラ君は A サイドに3名、スポーン側から2名が間に合って、シュガーゼロ少し進行が遅れていますが、いや、シュガーゼロ飛び込んだ、カバーに入っている、素晴らしいカバー、ソルダムが追いついて3対1、ネス1人でシュガーゼロ体力少ないぞ、効果を打ち勝っていった、ワンオンツー、トレイルブレイザーで場所が割れるか、あ、バレましたね、最後の位置が、警戒する場所が多い、飛び出したらガイディングライトの光が待っている、解除を見せている、頭を抜いた、と思い切ったタレット、どちらがラウンドリードするか、重要なラウンド、アステル対するはネス、ネスだ、ネス、クレイジーラ君がクラッチ、ソルダムピークしていたがマンチキンが打ち勝った、人数状況イーブンでありますが体力少し削れているマンチキン、バドベアでケアをしていたアステル、サイトにはすでにここでショーストッパーを切りました、ネスが目を落としていきます、そしてネルフィはハンターズフューリー、このバドベアネスが打ち勝った、体力苦しい中で耐えているのはネスです、人数状況は3対2、スポンガから間に合わせている、ゼファーの音も聞いている、残っているのは1名、見えてる、1頭見えている、いい位置だ、クレイジーラ君が11ラウンドプロ、メイが背後追いかけている、ジャッジ逆手に取りました、ただリオンがカバーメイ、ゼファーこの中シュガーゼロが打ち勝った、人数状況4対3です、ここでリオンはどこに飛ぶか、はあ、一度下がりますか、ただシーカーで位置が割れているか、割れています、いやー、そこも逃げ道をアステルが抑えた、リオン抑えている、そしてソルダム、さらに近いを奪った、さあいつものおなじみのソルダムの使い方、残っているのは1名、メデューサです、アステル見ているが、ネルフィーですね、マンチキンのランクを許さない、1個目は危なかったんですけど、2個目のガイディングライトで確実に仕留めましたね、はい、そしてこの中ているかマンチキン、いや、しかしメイがゼファーを抑えている、いや、このコズミックディバイドでエミンからのカバーができません、ソルダムガーデン側に戻ったネスに対してガイディングライト姿見えているか、捉えたカバーのネス、ソルダム落としました、ネスの位置バレてます、ただし 3-on-1 シュガーゼロが解除を奪った、これで解除は完了、ノーセプションがスパイクを解除、まあ、ここでアンターズフューリー、ネルフィーが切った、設置してる、設置は止まらない、設置できた、ここでスパイク設置完了、クレイジーラ君、人数状況は有利だ、クレイジーラ君、タレットうまく壊した、
ランプの進行、ネルフィー、ネスは体力十分だ。頭で捉えた。残ってるのはメイ。オーバータイム見えてきたぞ。カイジフェイント、ブラストバック、ランプのケア、ただ射線が落ちる。これでオーバータイムへと。入ったところタレットが反応するような位置に。いやースルッキーにいった。乗った、逃げた、逃げた。ケリューサギリギリ逃げている。ただお互いタイム削られています。メイがヒーヒーだ。マンチキンはそのシュガーゼルを落とします。スパイクは落ちている。落ちましたね。ヒルボー潰した。ただメイがスパイクを拾い出します。そうですね、メイがプラント攻撃つけた。ただもう手前まで来てる。マンチキン、マンチキン取れるメーター。どんどんブラストバックで引いている。2人がついているガイディガイと視界を奪っているが、マンチキンが打ち勝った。エルボール耐えている。そこにはパラノイア、メイがここを抑えた。ただゼファーがネルフィーを落としている。残ってるワンオンツー、ゲートに対して。うわー、抜いた。ガスコマリオ、あー、ピットガンがショーストッパー。そしてペイいます。さあゼファー、シュガーゼロいいタイミングか。いやー、これ本命は A だと思ってるでしょうけど、一時交換スパイク落とした。入ってきた手番を、目は見えている。さらにはシュガーズルがそのポジションを前っているか。霧が開けた。先に手番を潰した。メイそのまま続く。ディオンがカバーに入っているが、人数状況2オンツー。さあ2オンツーどうなるか。クレイジーラクーンがプラント、ゲン王者クレイジーラクーン、タイまで持ち込めるか。トレールブレイザーチャレンジャーズのノーセプション、2オン1。マンチキンオーバーリーだ。このチャレンジャーズプレイオフ、ハッパーブラケット。いや、今のでシャワー警戒されてる可能性が高い。ノーセプションが目の前まで来た。王者を引きずり下ろすか。背後ついてるか。ケージは間もなく消える。抜いたマンチキン打った。ワンオンワン正面焦る。おお、クラッチ。これがマンチキンだ。マンチキン打っていないが、ゼファー焦るが強かった。さあゼファーはランプに入っていく。ただマンチキンがダブルキル。ただそのマンチキンはソルダムを落としている。残っているのはソルダム。うちもバレた。これは絶対絶命ですよ。視界を奪っている。そしてゼファーがランプから。クリジラ君ここ取れば勝ちだし、ノーセプションここつなげばまたリセット。目の前まで来ていたチャンスが少し遠ざかった。ノーセプション、クレイジーラ君はもう目の前。あと一つ取れば勝ち上がりをすること。あ、ここで詰める。ノーセプション対応した。クレイジーラ君、ゼファーがダブルキル。人数差を一気に広げていきました。さらにそのままシャワーへの警戒を見せる。全く間に合っていないノーセプションのディフェンダーサイド、メデューサが焦り落として5対2の状況。ネルフィー、ネルフィースパイクドロップした。そしてソルダム、うわ2オン2までねじ込んでいったノーセプション。ここでスパイクを拾ってメデューサは B サイトへ引いていく。ソルダムとしては自らが回復できません。体力は56。設置、しかもオープン設置です。クレイジーラクーンが王手をかけた。状況は間違いなくクレイジーラクーンが有利です。タレットも受けた。タレット、さらにはナノスワーム。2人とも同じところが来るのも分かった。最後のガイディングライト切りました。そして2人ともロング展開。スワームが痛い。取りに行くしかない。王手をかけてるのはクレイジーラクーン。クレイジーラクーン、メデューサ、さあ決めきれるか。ワンツー、体力もないぞ。打ち勝った。ワンワン、いやー、ここはです。ことができます。